山本舞香、中学時代の恋人の悲劇的な死を語る。山本舞香さんがアナザースカイで初登場し、故郷の鳥取県米子市を訪れました。彼女は10代後半の芸能界での息苦しさを振り返り、18歳の時に亡くなった大切な彼氏の言葉に支えられ、今も挑戦を続けていると語りました。みんなの反応。人生って長いようで短いし、短いようで山登りみたいに長いよね。若い頃に嫌だなって思ってたことも、年を重ねるといろんな見方ができて、新しい気づきがあるのが年を取る意味かなって思うんだ。特に大切な人との別れは人生の儚さを感じるけど、その中に感謝や大切さを見つけることができる良薬の苦さみたいなものだと思う。若い頃からいろんな理由で大切な人と別れてきたけど、イブセマスチが言ったさよならだけが人生さって言葉が心に響くよね。いつか自分もこの時代と別れる日が来るから、遠くで待ってる人たちを思いながら今日を生きてるんだ。番組の品のある雰囲気に合わず、歴代の積み上げが台無しで残念。過去の MC は透明感じやったけど、今回は濃くて彼氏粒作る子だね。中1で隣の中学の彼氏とか事故で死亡とか、共感する人少ないかもね。彼女が自分から話すのは好感度を上げたいのかもね。でもおばさん的には元彼に今の彼のことを報告するのは理解できないし、テレビで話す必要もないと思う。今までの子たちとは違うカラーで、彼女の気の強さが番組にどう影響するか気になるね。中学生の時に初めて付き合った人が重大で亡くなったんだ。彼は持病が原因だったけど、学校運営してると10年に1人は亡くなるって聞くから、同じ経験してる人って意外と多いんだよね。彼のご両親に声をかけてもらって、火葬場でお骨を拾わせてもらったのは衝撃的で、人生のターニングポイントになったよ。20年以上経った今でも、彼が亡くなった季節や同じくらいの年齢の人を見ると思い出すんだ。彼の死を経験したからこそ見えた景色があると思うし、彼が生まれ変わったらもっと長く人生を楽しめるように願ってるんだ。人生って長いよね。過去を振り返ると、当時の感情が客観的に見えたり、価値観が変わってなんであんなこと感じてたんだろうって思うこともあるよね。それって経験値が増えた証拠で、次のステージに行くために必要なんだ。でもこの人の場合、振り返るのはまだ早いかも。あと10年はがむしゃらに仕事してみたらどうかな。芸能界に入るのってすごいよね。覚悟と意志が必要で、人に見られる仕事だから大変。亡くなった彼の言葉が力になってるって、続けるのが大変なんだろうね。まだ若いからこれからも活躍が楽しみ。私は田舎育ちで親戚が多く、たくさんの死を見てきたし、仕事でも人の死に向き合うことがある。若くしてそういう経験をするのはいいことかもしれないけど、テレビで話すことじゃないよね。自分の気持ちよりも親族の気持ちを考えないと、急に話題にされると心の準備ができてないし、後悔や悲しみを思い出させちゃう。他人の家族の死を許可なく話すのは良くないよ。芸能界の闇って感じだよね。あの事故について本人はほとんど話さないし、ひき逃げ事件の同乗者も責任あるはずなのに、事務所の力なのかおとがめなし。被害者からしたら許せないよね。伊藤健太郎も普通にドラマに出てるし、世間の常識が通じない感じ。この2人の番組は見ないようにしてるけど、そんなの招致で起用する芸能界が深い。全ての芸能人がクリーンとは思わないけど、最低限の節度は必要だよね。事件事故を起こして去った人もいれば、しれっと復帰する人もいるけど、やっぱり気持ちよくはないよね。中1で付き合うのがヤンキーっていう人もいるけど、普通の子でも付き合ってるよ。同じ小学校で、片方が私立中学に行っちゃって、別の中学になったのをきっかけに告白して付き合った子がいたんだ。一組はそのまま結婚して子供もいるけど、もう一組は大学受験で自然消滅しちゃったみたい。私も中学で彼氏ができたけど、受験勉強で忙しくなって別れちゃった。中高で付き合ってる子たちは受験が原因で別れることが多いみたい。舞香ちゃん好きなんだけど、若い頃好きだった人が亡くなるのは辛いよね。映画サニーの演技も好きだし、いろいろ言われてるけどかわいそう。元彼も支えてたと思うし、アナザースカイの MC も楽しみ。記事を読んで驚いたけど、コメントを見て怖くなった。芸能人だから仕方ないかもだけど、ここまで言うのは驚き。地域の美少女がそのまま芸能人になる話は本当っぽい。橋本環奈や桜井日奈子もそうで、個性的だから今後も活躍できる。川口春奈もデビュー当初は地方から東京に通ってたんだって。この人は若い頃に大切な人を亡くした経験があるんだろうね。私の中では王様のブランチやアウトデラックスでの家族の話が印象的で、
アナザースカイのイメージとは合わない感じがする。でも、それが良いとか悪いとかじゃなくて、山本さんにはもう独自のキャラクターがあるんだよね。人の死は年齢に関係なく考えさせられる。経験は似ていても影響は人それぞれで、自分の生き方に大きな影響を与える。自分もそんな存在になりたい。米子は美味しいものや景色の良い米子城、海沿いの温泉が魅力的な街だよ。亡くなった男性の特定ができそうなほど具体的に話してしまって大丈夫だったのか心配です。私は特定しようとは思いませんが、特定したがる人もいますし、ネットに情報を上げる人もいます。事故や事件が起きると加害者や被害者の情報を興味本位で調べる人がいて、それを無責任に見る人もいます。私も大事な人を失った経験があるので、誰にどの場で話すのか、どこまで詳細に語るのか慎重に考えるべきだと思っています。事故で亡くした話は辛いけど、隣にいたのに手当てをしなかったのは矛盾してると思う。ヤンキー美人は綺麗でサバサバしてるからモテるんだね。中一でモテまくって頼も納得。山本舞香さんの生き方は素敵で理想的だと思います。挑戦し続ける姿勢が大事で、目の前の課題に向き合い解決することが人にできることです。今後の番組も楽しみです。彼氏、心広いナイスガイだね。最近の18歳男子は嫉妬深いけど、彼はやめるな。お前に向かいてると応援してて素敵だよ。人によっては何を言っても悪く捉えられるけど、ヤフコメでも悪口を見ない人もいる。好感度や色眼鏡って怖いよね。物事をフラットに見たいな。その彼を大切に思うなら、公開しない方が良かったんじゃない？山本さんが人の死をネタにする人だって印象があるし、公開して得するのは山本さんだけかも。元彼が応援してくれてるならいいけど、山本さんの浅はかさが目立って私の中でマイナスになったかな。覆水盆に帰らずだから、せめてこの話がプラスに捉えられるといいね。そうじゃないなら元彼に報告するためにも挽回しないとね。正直に生きて真面目に仕事すれば必ず評価してくれる人がいるよ。みんなの反応としては、山本舞香さんの過去の経験に対する共感や応援の声が多い一方で、彼女の発言の場や内容に対する批判も見られます。少数意見としては、彼女の話が具体的すぎてプライバシーの問題を懸念する声や、芸能界の倫理観に対する不満が挙げられます。当チャンネルの意見としては、山本舞香さんのエピソードは彼女の人生観や成長を垣間見ることができ、視聴者にとっても考えさせられる内容だったと思います。彼女の過去の経験や大切な人との別れが現在の彼女の姿勢や仕事への向き合い方に影響を与えていることが伝わり、感慨深いものがあります。彼女の率直な語り口が新しい風を吹き込み、番組に新たな魅力をもたらす可能性を感じます。